1台お届けしましょう。よし、じゃあ行きましょう。はい、はい、いやいや、マイスター、アストロマイスター、懐かしいですね。アメリカンカスタムのお手本的な、まとまりのあるアストロをちょっと2台ほど紹介したいと思います。意外とみんなが見出せないファントムグリルをかなり綺麗に使いこなしているという。ファントムグリル減りましたね。これ知らない人はライトめっちゃ暗くなるようなイメージなんですけど、はい、そこほどそれほど暗くはならないですね。フロントのベンチシートキットも組んじゃってますね。これはブルーリバーのギャレットか、ギャレットの張り替えちゃいますね。ピースさんとかね、でやっぱりこのペイントですよね。グラフィック、ね、マルチグラフィック、ピンストを入れ持ってのトライバルペイント、この細かいね影の入れ具合とかね、これでここ手の抜きがこうないね、妥協のないすごい手間をかけたペイントをしてますよね。さすがミスター飯塚、これ触るとね段が感じないです。感じない、あ、クリアで浸透、クリアも高くて、要はそんだけ手間を暇かけていいものをねこう作っていく後ろさんならではのこだわりですよね。これもね、うまいことこうちょっと丸い影とかを入れながら、兄弟車に当たるんですね、こっち。そうですね、こっちは。ただバンパーとかに少し宣伝入れてますCK ルックのフロントバンパー、これがね、この丸い雰囲気にどうなんかなと思うと、すごい似合うんですよ、うん、こう迫力がね、こう面が見える面が増えるような感じで、そうですね、余計に迫力が出て綺麗。このハーフスタイルバンパー結構数出ましてね、前後とも、はい、で、ちょっと流行りをスワロフスキー、はい、スワロで入れながら、またダッシュマットにレザーを貼ってこだわって、お、登録1番じゃないですか。いますね。しかもホイールビカビカ、ジニックでビカビカメッキ、これやっぱ小慣れしてるんですよね。そうですね、ホイールが綺麗くないとまず賞は取れないんじゃないかというぐらい、みんなホイールに気を使わないってなるんですね。綺麗さにはすごくやっぱりその辺全体的にそうですけど、綺麗にまとめてあります。そして後ろね、後ろさんじゃないですか、後ろしっかりとね、ロックホールドある感じで、荷物はもうちょっとごめんなさいって感じだな。カスタムカーに実用性を求めてはいけない。でっかいモニターも入れながら、なんとこういうところまで色が入っているというね。ここもモニターですよ。そうそう。ちっこいモニターですね。ちっこいモニターが。流行りましたね。流行りましたね。とりあえず何個入れれるかみたいなね、そういうカスタムもされております。こっちはスムースですね。スムースドアにして。あ、このバンパーも普通のロールパーじゃなくてハーフのやつですね。そうですね、綺麗にね面が出てていいですね。よくね国産のやつとか波ばっかりあるみたいなね、うん、ああいうのじゃないんで立体感が入ってますね。そうですね、やっぱりこう草が写ってても写真のように写り込んでるっていうのがやっぱり、あ、そっちね、クオリティの高さをね、はいはい、物語ってると思いますね。草がもうね風浴びたようななってるとアウトですけど、綺麗にやっぱり映り込んでるんで。でもなんだろう、セカンドジェネレーションというかノンエアロでやり始めたのはだから第二世代ぐらいですよ ね。 そうですね、これ以前はエアロ付きでやってたから、エアロなしでどこまで落とせる年的なね、エアロレス、そうです、そうです。だから足し算のカスタムからようやく引き算ができたぐらいの。アメリカはね、割とわからないようなボディカスタムをしながらいじるっていうのがね、普通だったんで。なるほど、懐かしい車ですね、はい、いやー、未だに綺麗になってるのが感心しますね。ツヤツヤですね。はい、じゃあ行きます。